たい荷物が。自転車パッキングにしておけばよかったかな。バックパック背負ってきてるから余計に、それは小径車やし、ミニベロだし、なかなかきついよ。でもここだから、ここの平坦地で、タイムアタックというか、最高速アタックしてるんですよ。昨日が 48.8 キロ。だいぶ足が慣れてきますよね。到着。さあ、設営の方していきたいと思います。よし、なかなか、気持ちがいい。風ちょっと強いけどね、今日は。はい、それでは、MSR のエリクサー1、1人用ね、で、貼っていきたいと思います。
風強いわ今日は。そう、アルコールストーブ持ってきたんやけど、アルコール燃料を持ってきたつもりがこれ灯油やったどうしようどうするどないしようもあらへん、気が使えへん。ああちょっと考える。なかなか乗せますわね。一人なんやったらこれ、一人なんやったらこれで十分やな。いいと思う。ちょっと寝よう。ほい。そろそろ片付けて帰りたいと思います。ワンズ気になるからね。お留守番させてるから余計。では。マジで雨降ってきたやん、片付けてんのに。ポチ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 。いや最低、雨やんか。はあ、綺麗だったね。よしよし。重い、バクバク。重量10キロ未満で来たんですけどね、結構重たいですわ。撮影機材がいっぱいありすぎるから特にね、簡単にミニベロを紹介したいと思います。ルノーのライト10です。でチェーンリングは前がフロント 60T、 後ろが 11-32 ですわ。で、7速ね。で、トピークのバッグに、ビアンキの、ボトル。それで、バッグもトピーク。シートはセライタリア。よいしょ。こんな感じになっております。それでは、もう3時半、4時頃かな、今。では帰りたいと思います。お疲れ様でした。
撮影大変なんですよ。